これからルームツアーを始めます。今回ウーマン賃貸のルームツアーに参加させていただいております。まず最初に玄関から紹介させていただきます。玄関はこんな感じで、自分の好きなガチャガチャを置いたり、ジブリの置物を置いております。また香水も何種類か置いているのですが、その日の気分によって付け替えています。ここのトレーには普段自分の家の鍵や自転車の鍵も置いています。また帰ってきたら靴をそのまま置いておくのがあまり好きではないので、ここの靴箱にすぐ収納するように心がけています。これでかなりすっきり見せることができるのではないかなと考えております。次に私のお部屋を紹介します。私のお部屋は約6畳で、ウッドインテリアを中心としたお部屋を心がけています。私が祖母の家がとても好きなんですけど、どこか落ち着く懐かしい雰囲気が大好きなので、無機質なお部屋とかよりはこうやってウッドインテリアをたくさん置くようにしています。ですが、ただウッドインテリアを置くだけではなく、こういったラグだったりとか、あとこの布団カバーとかをちょっと明るい色にすることによって調整しています。まず最初にこちら、ドアのところにフックをかけて、自分が普段たくさん使うカバンや帽子、あと今冬が始まったので、ニット帽やマフラーもかけて使っています。引っ掛けるタイプなので落ちることもなく、とても気に入っております。次にこちら、デスク周りになります。特にお気に入りのポイントは、ニトリで購入したものなんですけど、壁に取り付けるタイプで、とても可愛くてお気に入りです。上に置いているものは、この入れ物と置物、あとこの写真フレームは骨董市で購入しました。とてもちっちゃいんですけど、それが可愛くてお気に入りです。で、このろうそくは祖母のお家で見つかって、で祖母に可愛いから持ってってもいいかって言ったら、いいよって言われたので持ってきました。これも可愛くてお気に入りです。で、このリモコンはこの奥にある無印の壁掛け CD プレイヤーのリモコンになります。3年前、実家にいた時に購入した時からずっと愛用している商品です。これがあるだけでかなり部屋の雰囲気が変わるのでおすすめです。と、先ほどから映っているこれなんですけど、実は韓国に住んでいた時期があって、その時にホンデという町の雑貨屋さんで購入したものになります。こうやってくるくる回るのがお気に入りです。特にエアコンつけた時はエアコンの風で勝手に動いてくれるので、それがすごい可愛くて大好きです。こちらは、テーブルの上に置いてるランプになるんですけど、オレンジ色がすごいこのウッドインテリアと相性が良くてお気に入りです。あとお気に入りポイントとして、ドラえもんのこのマットがとても可愛くて大好きです。次にベッドになります。ベッドなんですけど実はこれもおパンチウサギみたい置いているんですけど、1体はその韓国住んでた時にポップアップストアがやっていたので、そこで買いました。もう1個はゲームセンターで一発で撮れたのを持って帰ってきました。とても可愛くてお気に入りです。布団カバー、こちらのピンクの毛布はカバーは IKEA で購入しました。最初は白っぽいクリーム色っぽいものを使っていたんですけど、あまりにもちょっと色がないなと思い切って購入して、とても馴染んでくれていてお気に入りです。次にシェルフになります。
このシェルフなんですけど、楽天で購入しました。レコードプレイヤーとこのフェイクグリーン、あとこのスツールも楽天市場で購入しました。レコードプレイヤーは小さい頃から音楽を聴くのが大好きなので、こんな感じで開けて自分の好きなレコードプレイヤーを購入してよく聴いています。で、観葉植物を買ったんですけど、まさかのお水あげる時にこう滑り落ちちゃって、ちょっと斜めにした時に、それでちょっと今こんな悲惨な状態になっているんですけど、この形が可愛くてお気に入りです。これからクリスマスが始まるので、こっちが韓国の現代ソウルっていう百貨店で購入しました。こっちはナチュラルキッチンで110円とかでとても安く購入できたんですけど、すごいちっちゃくて可愛くてお気に入りです。2段目はこんな感じになっています。先ほどガチャガチャが大好きと言ったんですけど、特にこういうカフェの雰囲気がやってみたかったので、仮木のガチャガチャと、あとこの喫茶店シリーズとかを中心に置いています。で、ミッフィーちゃんは確か100均で昔買ったので、それを置いています。このキーコーヒーの看板とか、そこのあれも実は光るのでとってもお気に入りです。こちらは3コインズで購入しました。ちょっとコンセントがたくさん見えるんですけど、3段目は自分の好きな雑誌や、あとこのレコードですねを飾っています。で、ここにはちょっとコンセントのものだったりとか、あんまり見せたくないものをこのポーチを一番手前にして、あまり生活感見えないようにしています。このラグはウニコで購入しました。とてもお部屋の相性と良くてお気に入りです。最後に自分が普段リビングとして使っているお部屋を紹介します。こちらでは普段インスタグラムではお見せすることはないんですけど、ここでご飯を食べたり YouTube を見て過ごしています。特にこのお気に入りの部分なんですけど、このガチャガチャをたくさん置いて、これもまた可愛くてとってもお気に入りです。で、向こう側には観葉植物の1個とワンちゃんとビールのろうそくも置いているんですけど、これもまた可愛くてとっても気に入っています。これでルームツアー終わります。ぜひ私のお部屋に投票お願いします。ありがとうございました。